というわけでですね、今ラインナップでも紹介はしたんですけれども、うん、はい、太田川駅前が沖縄一色になるのがもう間もなくでございます。そうなんですよ、7月の27日28日にですね、第2回沖縄フェスティバルが開かれるわけなんですが、うん、去年が1回目を迎えまして、はい、もう本当にあの会場にいる皆さん、うん、出演者の方も観客の皆さんも、最後はもうみんなでエイサー踊って、本当ね、その盛り上がりが反対側で無視して私のところまで届いてましたから。彼はホットサマーガーデンの司会をやってたのでね、はい、もう盛り上がり半端じゃなかったね。いや本当に、だから沖縄一色になる太田川なんですけれども、うん、それを一足早くですね、はい、小田ちゃんが沖縄気分を味わってきたということですので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。ハイタイ、北丸ジャイリポーターの小田真奈美です。今名鉄太田川駅西側の大屋根広場に来ています。大屋根広場では来月の27日28日の2日間第2回沖縄フェスティバルが開催され、エイサーや沖縄グルメ満載で沖縄一色となります。去年もすごく盛り上がりました。今は沖縄の雰囲気は全くないのですが、今日は大屋根広場のすぐ隣にあるユーナルステーションで沖縄三線の体験会が開かれるということで、一足早く沖縄気分を味わいたいと思います。私は弦楽器を一切触ったことがないので、デージ難しいかもしれないんですけど、ナンクルナイト、美しい音色を響かせて四万十気分に浸るぞ。それでは生からジチューン。今回小田ちゃんが参加したのは、ユーナルステーションで開催された沖縄三線体験講座。東海市と姉妹都市である沖縄市の三線を実際に演奏できるとあって、講座は満員になりました。三線は沖縄伝統の楽器で、技巧と呼ばれる爪の形をした道具を指につけて弦を弾きます。沖縄の海を感じる音色はおなじみですね。講師は名古屋で沖縄三線のスクールを開いている沖縄三線保存会師範の秋さん。秋さんは秋プラス琉球ポリゴンとして7月27日に沖縄フェスティバルに出演します。まずは秋さんの演奏、秋さんから演奏の基本を学びます。私のくぼみのところにこうやって置いてるんですよ。でこれでね、とかっていう感じでね、弾いてるんですよ。ここに乗っけてるだけなんですよ。いずれ立って、ね、かっこよく弾くためにも、このままの角度でももの上に置くというのがとても重要です。たまにあのこの目を気にしてください。下向いてるかなってね、ちょっと控えめなんですよ三線はね。ちょっと恥ずかしげに下を向いてますね。大丈夫でしょうか。右のももの、ね、上に、ね、置きます。喋り方が沖縄っぽい。じゃあ早速ですけど、これね、弦がね、太さ違うんですよ。一番上の弦ね、近くで見てもらうと太いです。男の弦と書いてうーじると言います。なぜうーというかちょっと私も分かりませんが、そして真ん中の弦は中じる、そして一番下が女の弦、細いですね。女の弦と書いてみーじると言います。皆さんこのバチもね、爪をねはめています。そうそうそう、もうね、右手の人差し指にね、指の曲がる向きと一緒でそのまま頭ちょんと突っ込んでいただいて、で薬指と小指は自然に丸まってると、ピーンって力が入らないように楽に丸まります。弾くというよりも下ろせば音がね、次の弦で止まります。そう、これまた止めるのがね、実は大事なんです。音が綺麗になるのはここなんですね。ここでちょっと差がつきますからね。基本の演奏方法を学んだら早速実践です。名曲名和早々を初心者用に作られた三線の楽譜を見てチャレンジします。ファになりますからです。そうで、ファの弦を人差し指、そう、なんとなく名和早々と分かるようになってきましたかね。この後は参加者全員で名和早々を合奏します。頑張れ。難しいです。手が届かないから顔がうーって一人でなってます。でもなんかちょっと覚えてきたんで、覚えると楽しいです。さて
いよいよ灘草草の合奏の時間が迫ってきました。小田ちゃんは灘草草を弾けるのでしょうか。もう小指ですからこうどーせーの、古いあるまみそ腹めくり、上から下ろします、トントンでファソ、ありがとう、小指からおてつぶファソソやいた、押さえたまま上から下ろす、またどれはいつもいつも胸ソファラの中で上から下ろします、でファソ、励まし、どうときたら小指てくれるとなり、人よ、そうです、そうです、やられたことってある、初めて、本当ですか、はい、すごい上手、はい、ありがとうございます。自分の奥さんはずっと沖縄にいた人だったので、そうなんですね、はい、縁がないわけじゃなくて、はい、でも触ったことなかったので、あ、そうなんですか、嫁がチラシを持ってきてくれたので、はい、まあ、いい機会だなと思って、はい、どうですか、楽しかったですか。楽しかったですね。体験してみていかがでしたか。あの、面白、すごい面白かったです。で、音がなんか思ったよりもなんかもうちょっとやりにくいかなと思ったんですけど、はい、結構なんかポンって出て、はい、気持ちよくできました。面白いですよね、はい、体験されてみていかがでしたか。なんかね、やっぱりなかなかできない体験ができて、すごい貴重な体験ができたなと思いました。すごい面白いですよね。そうですね、やっぱり音楽で触れ合うことでなかなかないので、やっぱ僕も楽器自体がこれ三味線が本当にギターとかもやってなく三味線が初めてだったので、すごいいい経験ができたなと思います。初めてやってみて結構最初は難しくてどうしようと思いながら先生の手元をずっと見てたんですけど、結構ドレミで始まる感じなので割と覚えやすくて、ちょっとずつやってるとだんだん手で分かってくるんですよ。だからもうこれはいけるなと思ったんですけど、最後の合奏の時にはちょっと緊張してバッと飛んで、ちょっとなんかニュアンスで少しやりましたけど、とっても楽しくできました。この日は秋さんたちによる沖縄三線ミニライブも行われました。しばらく沖縄三線の音色でお楽しみください。最初はですね、ちょっと手が硬いかなと思ってね、せっかく素敵なスラーツしてる手だったけど、ね、なんか固まっちゃってたから、そうですね、すごい緊張してます。でももう途中からね、スーッと伸びて、もうなんかいい感じでしたからね、もう初めてにしてはもう本当に上等でして、まあ、あの沖縄 の生まれではないですけど、その分やっぱりあの頑張らないとダメだと思ってますから、なんかちょっと行ったり来たりしながらですね、頑張ってきます。はい、本当横で見てて三線も上手だし、
そう、歌も上手で、もう見てて圧倒されて、途中であの覚えてたやつを一瞬全部忘れたくらいすごい上手なので、皆さんもよかったらぜひ生で見ていただけるといいなと思いました、はい、今度の沖縄フェスは7月の27日金曜日はですね、バンドスタイルでなくちょっとかっこよく決めたいと思いますからね、皆さんぜひ会いに来て踊ってください。秋先生どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。おー、小田ちゃんはなんかあの弦楽器が初めてだったっていうことだったんだけど、ね、確かにすごい表情が真剣だったね。あんな真剣な顔初めて見ましたけど、ね、でもなんか小田ちゃんすごい雰囲気とか柔らかいから、はいはいはい、なんか方言とかもさっきね喋ってたけど、うんうんうん、合うね、沖縄が。いそうだよね、何気に。いそうだね、実はみたいなとこが、ね、なんかこれから続けてたら上手くなりそうな。もうそのまま弾いちゃえばいいのに。ねー、そんな感じになりそうだけど。あと1ヶ月ありますよ、小田ちゃん。そうなんですよ、頑張って頑張れ小田ちゃん。さて、講師の秋さんもご出演されます第2回沖縄フェスティバルは7月27日、28日の2日間、はい、名鉄太田川駅西側の大屋根広場で行われますので、皆さんぜひお越しください、はい、また7月14日土曜日にも今回ご紹介しました沖縄三線ミニライブが、東海市名鉄太田川駅すぐのユーナルステーションで15時から行われますので、沖縄気分をぜひ味わいに来てください、はい、以上沖縄三線体験講座の模様をお届けしました。